Alaska Fox 諸島沖のことシャドウモセス島にある核兵器廃棄場フォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベイカーの両名を救出すること、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。新型兵器の演習は行われていたのだ。兵器市場に残るな。まさかメタルギア知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った？触るな。 C4 爆弾、そのワイヤーに触れるとそいつともども C4 が爆発する。お前はリボルバーオセロだと。ここはレイブンの縄張りだ。アラスカにヘビは似合わん。いいぞ、その調子だ。ひざまずくがいい。名前などない。お前と同じ。その強化国家国俺の力を信じてないな。世界最高のリーディング能力とサイコキネシス、正真正銘の力だ。無駄だ、言っただろ。これはサイコマンタス。時に怪我をしたキツネを襲うこともある。 M1 戦車に乗っていた男が。喜べ、お前は俺に認められている。これは競技ではない、ただの殺し合いだ。さあ、お前が何者か、じっくりと見せてもらおう。君がこんなに女らしいとは思わなかった。こんなところで言う口説き文句ではないわね。これは訓練ではない、生死をかけた戦いだ。ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。もう自分を偽るのやめたの。私も連れてって、ここなら私の方が詳しい。足手まといだ。足手まといにはならないわ、誓うわ。もしそうなったら構わず私を撃って。メリル伏せろ。メリル、私の代わりに生き抜いて、スネーク。そして人を好きになって。残念だが、ここから先は通すわけにはいかない。リキッド、こんなに近いと外す方が難しいわね。世界の一流暗殺者の 65% が女だってこと知らない？忘れない。お前を仕留める、お前しか見えない。私はスナイパーだ。メタルギアが開発された真の目的は何だ？移動可能な TMD だよ。嘘だ。
今回のメタルギアが単なる格闘裁縫戦車ではないことは分かってる。格…一体何のこと。リキッド・スウェーン。俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だが親父は俺を選んだ。起き出してしまった。こいつを止める方法は。なぜだ。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。Yeah.